あの小樽の平田さんの奥さんのちーちゃん、ローグジです。バゲママの時間ですよね。小樽のちーちゃんね、あの旦那さん2日間大変いっぱい飲んでもらいましてありがとうございます。うん、あの写真もいっぱい撮りましたんで後日見せるね。ということで、あの小樽のちーちゃんあの今度ね、平田さんね、あの奥さんと一緒に来る、うん、喋ってましたんで、一つあの夫婦でね、ちーちゃんね、一緒に来てくださいと、まあそういう、そういうことでした。本当にね、平田さん昨日あの2日間連チャンですげえ飲むね、あのペースの早いこと、1時間ちょっとで1時間2時間もさねんで10杯は飲んでるね。あのサワーチューハイ、レモンチューハイ、ビールも飲んでね、ありがとうございました。うん、いろいろ、うん、面白い話聞きました。あの旦那さん、あの私口下手なのでと言いましたが、とんでもない、それはそれはよく喋る人だ楽しかったですね。ね、すいません、ということでくのようですが、小樽のちーちゃん、あのバゲマンマですね。今日のバゲマンマはね、まずね、あのあれだ、あれ、あ、これだ、ね、あ、その前に味噌汁を作るんだけど、これね、この間あれ、三沢のガン仲間の、ガン仲間って言わないんだ、ナナミさんがほら送ってきたしじみ、これね、いつもあるので、冷凍で来てさ、冷凍したの。なんだか冷凍した方がなんかいいんだってね。でね、まず今日はね、とりあえずね、しじみといえば味噌汁ね。うん、あのいっぱいあるので、あれで味噌汁、あのしじみのパスタとかも作ってみたいね。うん、まず今日はさ、味噌汁半分、うん、よし、まあね、ね、ななみんさん、この間店さ来たんだいな、そういえばな、うん、代打がのライブの帰りだ。うん、でね、旦那さんね、学ぶはね、奥さん、あの七耳さんが店さいる間、外で車で周回しながら待ってて、一緒に入ればいいかね。でね、ほらもう七耳さん来るったんで、こう持たせるもんなんてね、帰るとき思い馳せて、学ぶは呼べってね、電話で「学ぶ!」ってね呼んでさ、本気ね、これ味噌汁ね、でね、でまずこれ一回冷凍くせいで大丈夫。それで、ね、今日お魚ね、魚は、のどぐろだか、これね、これ前もらったの、冷凍してたの、開いたやつ、これ今日食べようと思って、これのどぐろ、
で、しじみね。しじみの味噌汁ね。はい、ね、しじみの味噌汁。しじみの味噌汁は3個も食べるけど、やっぱこのしじみの出汁がね、美味しいんだよね。これ入れます。で、ね、あんまりしじみはね、出汁入れでね、でも美味しいんだよな。美味しいんだ。だこれこうやって。よし。あ、味噌こいでね。最近ね、私ね、お、味噌も多少凝ってます、これ。ちょっと高いんだ、これ。500円くらいするんだけど。いつも198円くらいの買うんだけど、ちょっとこの高いの買ってみたらすごく美味しいね。やっぱさ、198円のと500円のだば300円違うけど、300円多く払ってさ、体さ良くてさ、美味しいもの食えるんだらいっきゃ。これさ、198円高級味噌で2枚もすとか、そうなればなかなか買えねえけど、300円くらい多く払うんだば、いきゃ。タバコはんか我慢しばい。あ、もうちょっと味噌食えてるかな。昔よくこう物売りに来て、お袋が2万円の味噌買ったってね。おじの袋よくさ、騙されるっつうかさ、よく買うなどの業者柄、業商っつうのでさ、2万円の味噌だってね。親父と食ったんだけど、普通の味噌だなってね。あ、上品なお味ですわ。あ、非常にあれだ、上品な。これにね、わんかこの和風だし入れて完璧だ。ね、あまりなんだかんだ入れればしじみの風味がね、それと無添加円熟麹味噌ね、有機大豆国産米、国産米ね、いいね。で、ね、引き続きトマトにブロッコリー、スプラウト、ワンカダムだぞ。ワンカけばいいんだって。これ一日レタスも一皮刻みますか。茶色くなってるとこね、お客さんさは出せないけど、私は食べれます。まあ大根おろしちょっとだけど、根よりはいいはんでつけないと。ツンティガー、ツンティガー。お、喉ぐるやけだな。あれー、いい感じですね。早く大根おろしさっさとな。そのね、小樽のちいちゃんね、俺ツンティガーってすぎだ。ツーンってなったら、じいちゃんツーンってがあって喋ってきて、旦那さん喋ってたのでね、じいちゃんツーンってがってことでよろしくお願いしますね。リバトレー、のどぐろどんだべな。
いい6個だ。これは美味しそうだ。これこれに大根おろしちょっとだけで、ちょっとあればいいね。ね、つけて、よし。だからね、今日はあとね、納豆ね。足りねえな、2つだな。納豆もな、これここのとこ納豆食ってなかったもんで、ちょっと賞味期限が切れてしまいました。納豆にこのオクラとしらすね、いっぱい入れようかな。これ一匹足りとて無駄にしない、全部食うね。しらすさん申し訳ないきゃね、せっかく泳いで楽しく生きてたものを人間がで取ってね、食うわけだから、何でも一匹足りとてね、しらすの秋田の隠し味、この前にこれ甘煮湯ね、これをかけて、ちょっとでいいね、ちょっと。で、玉ねぎドレッシングね。よし、できた。納豆。で、ご飯だ。あ、味噌汁だ、味噌汁。いい香りですわ、この よし、あとご飯だ。ご飯、いい感じで炊けてますね。これね、レタス、トマト、ブロッコリー、スプラウト、サラダ、納豆、しらす、オクラ、しじみ会ね、七海美さんの送ってくれたしじみの味噌汁、白米、龍馬さんのくれた白米から、ローカット玄米、発芽玄米一合ずつで、前お客さん にいただいた、のどぐろね、素晴らしいですね。まだね、こういう食事をしてると、世話いただきますかね。今日も美味しいご飯を食べれるのは、のどぐろをくれたお客さんと、しじみを送ってくれた七海美さんと、お米を送ってくれた龍馬さんのおかげです。あと平田さんね、夫婦じいちゃん動画見てくれてるおかげです。いただきます。味噌汁丼ですべて、ね、わ、しじみ汁すんげえ久しぶりだ。俺たちちっちゃい頃さ、
シジミ朝売りに来たもんだ。あれ多分どんな鍋ね、あっちの小川原湖とかあっちから取って来てね、昔トラック、昔のあの古いトラックね。あげ売りに来たもんだ朝で、バサマとか最後起きてるはんで買いに行って、朝起きるとさ、しじみ味噌汁のさ香りがこう家中にね、さ腹減って目覚めたもんだな。おいしい。やっぱどれ、ご飯をいただきますかね。ああ、しじみ汁おいしい。あとね、のどぐろ食べてみますかね。これも全部冷凍したった気するな。すごいな。あ、おいしい。前さ、のどぐろさ、回転寿司だったの。ベッド頼んだって食ったけどさ、そう刺身だわ、おいしい分なかったんだよね。これ焼き魚にしたらおいしいわ。すごいおいしい、これ。うん。これおいしいわ。これとろっとしてで、ね、美味しいのどぐろ。ホタルのじいちゃんの、なんか本名一子さんつんらしいんだけど。長い話切れれば長い夫婦で、ちーちゃんとか呼ぶんだ。いくこさんがなんでちーちゃんになるのかわからないけど、まあ、ちーちゃんなんだそうだ。ね。いきゃ、長生きてね。ね。の、旦那さんの平田さんが、なんか、退職してから時間暇なんだかで、青森さえ、長行くのに、青森のなんかそういう紹介してる動画を見てたっきゃ、オラのが出てきたんだって。おすすめさ、なんかまま食ってる動画だかなんだかわかんないけど、でまあそれこそみんなも最初オラの動画見て感じる、変だじじいだなと思ってっきゃ、いろいろ料理動画見て、ほんで時間あるはんで、俺が作るあの、俺が作るさナポリタン作ったんだって。で自分で今までそういうのさ、牛乳入れるとかって考えたこともねえだって。で、牛乳入れてナポリタン作って、奥さんさ稼いだんだって黙って、あれナポリタンって、あんた何これ、いやナポリタン作った、
奥さん美味しいって。なんでこういうの作る？実はこういう動画見てるんだ。じゃあ奥さんもその動画見て、なんかほらあのツンティガーっていうのさ、ハマタだがってね、ツンサハマタ人も珍しいよね。うん。で、今回、旦那さんが、旦那さんのおじいちゃんが木造り出身の人だよ。で、昔北海道さ移民しただかなんだか移住しただか。で、おじいちゃんのそのルーツ探しに来た。で、後武蔵だってね。うん。まあ、飲むペース早い。出して10分差のうちにおかわりだから5分くらいだったけどな。竹作って座ってさ、一服するかなってはさせますか、おかわりあ、全部飲んでた。で、2日目はさ、来るつもりなかったんだって。取るつもりなくて、あのコンビニで缶チューハイ買って、ホテルでパンツ一丁高になってチューハイ飲んでらっきゃ、もう一回この生マスターを見に行かねば。思って多言飲んだんだけど、来たんだと。夜をそぐ来たんだ。2回、2日目。でも飲んでさ、昼間は俺の塾所が店から、なんか、買い物先行ったんだけど、それ見たんだとさ。で、だから、塾所さんもメールしてさ、昨日来てけた小樽の人、まだ来てらってね、塾上も降りてきてさ。で、やっぱりさ、生の塾上だってな、ちょっと大きくなったんでねえかってな、喋って。ここからダイエットの話とかになって、健康食品の会社さんも何十年も勤めるの。その会社ももう60年以上になるんだぞ。なんで中で熟女興味持ったのがペット用の健康食品ね。うん、なんだ、3人で夜中3時頃まで話したねがね。わ、しじみ汁おいしい。ほら、これあと残り熟女けさ持っていかねばな。俺だけ米物食ったってな。本当に昨日3時頃まで、まあ、昨日ですけど、この動画出るのはちょっと後日だと思う。でもな、その平田さんももう62だからだ、3だから。ほんと、若いねえちゃ咲いてくてね、来るんだわかるけど、なあ、ほら見て、ずさまどこさ、来たってな、ありがで。なあ、このちさまさえに来てくるんだやろ。ありがでやな。それ、わあ、新人目おいしい。これのどんぐろ、これ骨かだい、気付けねえダメだな。俺は魚食いたはんでのどさ骨引っかかったことほとんどねえけど、うん、昔からさ、うん、しじみ汁すっごい全部飲んじゃってから最後にゆっくり3個食べるの。うん、うん、おいしい。
ちっちゃい頃はさ、いや、俺もうちの親戚とか全部集まっても男の子って俺は一人やったの。全部女だね。それはそれはさ、大事にするのは出られたもんだ。親戚全部女だもんな。で、無事の本家さ集まり合ってみんな来ても男の子らだけ。なんでこう、なんでもさ、うん、こういうのけばさ、間違って喉さ、貝引っかかって、貝けば前朝がまあ3個剥がして、うん、食べさせられたもんだ。おいしい。これはななみみさん、肝の調子どんでらんだべな。7月まだ抗がん剤だけど、できればこう抗がん剤やらなくてもいいんたばいいんだけどな。うん、あの人参ジュース飲んで、命のスープ飲んで、食事気つけてでばね、抗がん剤やなくてもいいかもしらねしな。一つの、うん、美味しいですね。ね、このしじみ。これしじみのボンゴレだの作れば美味しいがもな。うん、ななみみさんもマスター料理やるはんでボンゴレとかいいよって。まことななみみさんね、マナンブと一緒に来て、マナンブとあのマナブ年下なんだぞ。ごちそうさまでした。まずそういうことでね、ちょっとあの、仲間いますけど、ホタルのちーちゃん旦那さんと一緒に遊びに来てんの、まあそういうことで、今日は素晴らしいパンゲーマンマでしたわ。